い、どうも、有吉です。よろしくお願いします。はい、本日なんですけども、こちらモンスターブラックキャノン、はい、こちら、僕もまだちょっと打ってなかったので、僕打たせていただこうと思います。で、まあ打感とか、こんだけね、あの細くて、バッテリーない能力ないやつが打ったらどうなるのかっていうのも、ちょっと皆さんにお伝えできたらなと思います。で、この後にね、ヒロトの方も打つので、ちょっと非力2人で、本日は頑張っていこうと思います。ついに Z がウレタンバットを発売。 Z 史上最大のウレタン圧 22mm で軟式野球界に衝撃が起きます。試合で活躍すること間違いなし。大きくたわみ復元するため反発力が向上し飛距離がアップ。今までのブラックキャノンシリーズにはなかったウレタンで、しかも激飛びするバット。外側に高質の高反発素材、内側には軽量素材を使用。圧肉構造でも適量重量をキープ。しかも打球の弾道は高弾道ハイアーチを描く、投手にとっては恐怖。これで飛距離を稼げ。2023年1月21日発売、 Z モンスターブラックキャノン、皆さんチェックよろしく。よーっ、はじきよ、めっちゃはじきよ。なんかやっぱ全然レガシーと全然違う。やべ、ごめんなさい。伸びる、本当に伸びるわ。伸びる伸びる、めちゃくちゃ伸びいい。だからね、ミドルバッターでも飛んでいくかも。速い打球が飛んでいく、ミドルバッターでも。もうちょい飛ばしたいな、でもしなり出るね、やっぱ。うん、翔平さんが言ってたけど、ただあのここに上の方に入った時の飛んでく感がめっちゃわかる。あ、乗ったって感じ。はい、どうも、ひろとです。モンスターブラックキャノン打っていきたいと思います。で、自分いつもミドルのレガシーを使ってるんですけど、その感じと比較しながら打っていきたいと思います。いきまーす。なんか優しいですね。ここ普通に弾くっていう、もうレガシーだとちょっと重くのしかかるんですけど、これはスッていきます。あげー、あげー。結構飛んだっす。今85ぐらい、90ぐらい飛んだ。ここら辺に打ったんですけど、振り抜いた時にほんとスッて乗っかる感じがすごい。振りやすさプラス飛びやすさがついてきます。アウトコースがめっちゃ乗る。ライナーでも強いな。ドライブかかってあそこでワンバンはすごいです。飛んでる気がするんですよね。レガシーより飛んでるかもしれない。はい、ということで2人で打ってきましたが、はい、ヒロトは過去一飛んだんじゃない。過去一飛んでると思います。90ぐらいいってんじゃないかな、うん、やっぱりね、あの俺も飛んだ打球はあったけど、俺はどちらかというとライナー系の打球の方が多かった、はいはい、まあ元がね、そういうバッターっていうのもあるけど、それでもね、高弾道の打球もあったっちゃあったし、ぜひぜひね、皆さん非力なバッターでも飛ばせるということが証明されましたので、あの実際いつも使ってるバット、良平さんだったらデュアルフラッシュ、ね、デュアルフラッシュ、自分だったらレガシーなんですけど、うん、実際どうでした。いや、俺こっちの方がいいかもしれない。自分もあの打感と振り抜きやすさはこっちが一番良かったです。今までで一番いいかもしれない俺で。ミドルっていうのも、はい、ミドルっていうのもあるんで、インサイドアウトしやすいっていうのもあります。はい、こちら、Z ね、モサブラックキャノン発売日が2023年の1月21日土曜日、はい、となりますので、皆さん、ぜひぜひね、購入して、ぜひ自分のバットとしてこれでガンガン、ホームランを打っていってください。はい、あの Z さんのね、動画等も全部下に概要欄ありますので、そちらの方のチェックもよろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。
本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー翔平TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。